はい、ということで、アスレチックジップラインで思いっきし遊んだ後、せっかく箱根に来たので、ご飯屋さんに来ました。まあ気にはなっていたお店なんですが、こちら金カツ亭さんかな。腹ごしらえをしたいと思います。お腹空いたよ、もう。よいしょ。こんにちは。なっていませー。お願いします。温度は正常です。はい、よろしくお願いします。こちらどうぞ。いらっしゃいませ。変な匂いがしている。ちょっとお座敷の方を上げてください。ものすごく有名なお店で、私も何回かテレビで見てたんですけど、豆腐カツ煮というやつが有名らしいんですよ。めちゃくちゃうまそう。ちょっと聞いてみましょう、ね、すいません。はい、はい、いらっしゃいませ。こんにちは。豆腐カツ煮っていうのがこの有名なものでしょう。そうですね。そうですよね。豆腐が揚げてあって、はい、カツカツカツみたいになってるってことですか。豆腐が揚がってるってことですか。お豆腐の間に豚のひき肉を細工しまして、はい、卵とじにしてあるものなんです。絶対美味しいですね。ありがとうございます。それをください。はい、かしこまりました。はい、運動後のご飯は最高だということで。疲れた。普段運動しないから疲れた。筋肉痛は自分でもびっくりしてるけど、もう来てます。だと普段あんまり体をほら動かさないから、体力もないし、不安定なところとかで足とか持ってかれそうになるのに耐えてるっていうのはマジでいい運動だと思うし、すごい疲れた。なんかあんなにこう自分で進んでいくとは思わなかったっていうか、そのスタッフの人が下にいるっていうね、恐怖。スタッフの方は施設の中にたくさんいるけれども、あくまで自分でコースをクリアしていくみたいな、ゲームクリアみたいな、なんかそういう楽しさもあるし、だからなんかミッションをどんどんクリアしていくみたいなね、楽しさもあるなって。普段行かないからね、ああいうとこ。ありがとうございます。お腹すいた。お待たせをいたしました。はい、うわ、おっきい。ちょっと取ります。あら、いい匂いしてる。あららら、いいですか。はい、お願いします。うわ、すごい、おっきい。いやー、おいしそう。熱々ですね。はい、熱いのでお気をつけて召し上がりください。もうこのままで何もつけることなく、お好みでこちら七味と、あと香り付けインサートをかけて。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。わあ、めっちゃうまいよこれ。絶対見て、いただきます。うわ、すげえうまいじゃん絶対これ。ああ熱いね。これはお米進むやつだな。もう正月ろくなもん食べてないんで、私ごちそうかもしれない。豆腐が有名なんですかね、ここね、ここら辺。
ありません。いや本当全部お肉じゃない、お豆腐だからいくらでもいける。ちょっと山椒、山椒、山椒好きには。うまっ、山椒うまっ。お豆腐が有名だったりするんですか？そうなんですよ。あの箱根の結構お豆腐屋さんが多くて、やっぱりお水がいいんでしょうね。まあ、今年というか去年は紅白を一回やらせていただいたんで、もうね23時45分まででオンエアが終わって、ほんといろんなたくさんの方が見てくださってありがたい限りなんですけど、そんなギリギリまでさ、もちろんお仕事したことなかったから、なんかアドレナリンっていうの、もう終わってもこう興奮してるっていうか、なんかこうそわそわしてるっていうか、だからお正月もなんか 3日超えたぐらいでようやくこうオフモードっていうのかな、お休みモードにやっと慣れて、まあだから1日なんてもう目すごいね、こんなもうアドレナリン出ちゃってて、それはだから不思議な体験でしたね。4時間半ぐらいか、あっという間で、正直そのしっかり歌を、お歌をじっくり聴ける時間は我々にはなくて、ずっと着替えたり次のあれなんか流れを確認したりとか、もちろん生放送だからおしまきとかも順応していかなきゃいけないっていう、それこそなんかゲームをクリアしていくみたいな感じで、だから思った、紅白一番おいしいのはお客さんだと思うしっかり歌も聴けて座ってみれて、それにしても司会なんてね、まあ本当に経験することのできないことだから嬉しかったけど、もう秒で終わった感じ、リハーサルをして何度もしてたから、そのアーティストの方の名前とか歌う曲とかはもう基本入ってたし、おせちは何かお母さんが、うちのお母さん作れないのよおせちとか、だからデパートでさ毎年さ買うの高いやつ、一応食べましたけど、来年は作ってみてとリクエストはしました。だからちっちゃい時もおせちを作れない母親だったから、おせちへ免疫がないんだよね、子供たちが知らないの、こう見てもなんかうおーってなんだこれみたいな、ちゃんとしたものを食べていない。鍋食べたか、カニ鍋食べましたね。本当に今年は正月感ない正月で、でもあの一回これを始めるときに甥っ子出てきたでしょ YouTube に、あの甥っ子が来てて東京に、久々に会ったらものすごいでかくなってて、ちゃんと喋るんだよね、やっぱはーちゃんはーちゃんって言ってて、あんなに赤ちゃんだったのに、あのね YouTube 出たときはすごい、やっぱまちょっと見ない間に、まあ、割と家族団らんなね時間は過ごせました。初詣に行けてないな、行きたい。ご飯ちょっといただいていいですか？はい、かしこまりました。同じくらいで大丈夫、よりちょっと少なく、はい、すいません、はい、基本こういう定食系とかの
一発目の出てきた飯の量足りないのよ。でも最初にちょっとご飯大盛りめでっていうのもなんかちょっとあれだからおかわりしがち。すいません。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。3年目ですか、ハーチャンネルは。早いね。美味しかったです。うん、はい、完食しました。めっちゃ美味しかった腹パン。ということで今年の川口もチャンネルもよろしくお願いします。ごちそうさまでした。